皆さん、こんにちは。ふたびでミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回は、なんちゃってボサノバギターということで、そのタイトル通り。なんちゃってなボサノバギターをですね、練習してみたく思います。まあ、2本の動画に分けて、いろいろパターン練習したりとかして、皆さんと一緒にこのボサノバ特有のシャレオツな雰囲気を楽しめたらなと思うんですけれども、まあ、興味がありましたら、ぜひチャレンジをしてみてください。できれば、こういうガットギター、ナイロン弦のギターがあると、本当はいいんですけれども、もしお持ちじゃなければ、鉄弦のアコギでも構わないですし、もっと言えばエレキギターでも構わないです。まあ、チューニングは全然一緒なので、お手元のギターで一緒にチャレンジをしてみてください。それでは、まずこの1本目のボサノバでは、1本目のボサノバ違う、1本目のギター、1本目の動画では、右手のパターンを練習してみたいんですが、これをやります。まず左手のコードから、中指で5弦の5フレット、そして人差し指で4弦の3フレット、ファの音ですね。薬指で3弦の5フレット、ドの音。小指で2弦の5フレット、ミの音を弾いていきます。こんな感じの響き。で、ボサノバの基本として、この3本の指でコードを弾いて、親指でベースを弾くと、この2つのパートで弾き分けるというのがあるんですね。このコードをうまく押さえられたら、2、3、4弦はそれぞれ薬指、中指、人差し指の3本がコードを弾きまして、親指で5弦のベースを弾くと。ベースとコード。で、これをリズムに合わせて、弾いていってみましょう。ドンチャンドチャン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 。これだけです。ドンチャンドチャンドンチャンドチャン。ちょっと簡単すぎましたかね。ドンチャンドチャンだけ。で、もしまだまだ余裕があるぜ、もっといろいろ難しいパターン来いやという方はですね。ドンチャン、ドチャチャ、ドンチャン、ドチャチャ、ド、あ、かけない。ドチャチャ、ドンチャン、ドンチャン、ドチャチャ、ドチャチャ、ドンチャン。というパターンにもチャレンジをしてみてください。まあ、ドンチャンとドチャチャの2つだけですね。ドンチャン、ドチャチャ、ドチャチャ、ドンチャン。ドンチャン、ドチャチャ、ドチャチャ、ドンチャン。ドンチャンって何でしたっけ？ドンチャン。ドンチャン。なんかいましたよね、そういうキャラクター。ドンチャン、ドチャチャ、ドチャチャ、ドンチャン、ドンチャン、ドチャチャ、ドチャチャ、ドンチャン。こんだけです。ちょっとテンポ早めにして。こんな感じで弾ければもう万々歳。それぞれこのコードがね、きれいになるようにフォームをしっかりと整えて、と弾ければ1本目の動画はクリアとさせていただきたく存じます。もし難しければ、ドンチャンドチャーで大丈夫です。ここら辺からいらない、全部。ドンチャンドチャーだけでも大丈夫。ドンチャンドチャー、ドンチャンドチャー。お、なんか普通に弾けたぜ、なんかボサノバチックな音がして、ちょっと面白そうだねって思ってくださいましたら、そのまま2本目の動画に行って、いろいろコードチェンジをして、ボサノバの雰囲気をうふふふふっと味わってみましょう。それでは、ちょっと短いですけども、うまくできましたら次の動画へどうぞ。さっ